私は船本美優と申します。年齢は22歳で社会人をしています。はい、船本さん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、いかがでしたか、やってみて。非常に緊張感のある会場でしたが、まあ自分の自己紹介というか自己 PR をできたかなと思います。はい、うまくいきました。少し言葉が詰まってしまったところはあったんですが、まあ、自分の実力を出せたかなと思います。よかったです、それは。はい、オーディションとか初めてではない？初めてです。初めて全く、はい、またなんでこれ出ようと思ったんですか？私は幼い頃から美しくなることに とても魅力を感じておりまして、もっと、美しさであったり健康を世の中に広めていきたいと思ったことがきっかけです。はい、わかりました。じゃあ最後に、今一番欲しいものを教えてください。欲しいものは時間ですかね、うん、もっと時間があれば旅行に行きたいなと思っているからです。どこに行きたいですか？私はまだヨーロッパに行ったことがないので、ヨーロッパの美しい建物であったり美味しい食べ物を食べに行ったりとしたいなと思います。すごいですね、なんか意識が高いですねありがとうございます、ね、普段どういった遊びをしてるんですか？今遊びは休日の過ごし方っていうの？休日はでもあまり家にずっといることがなく、まあ特に目的がなくても外を歩いてみたりウィンドウショッピングをすることが好きです。わかりました。はい、はい、では本日ありがとうございました。ありがとうございます。小田紗友子31歳、現在の職業はゴルフ練習場とフィットネスクラブでの受付、また野菜ソムリエとしての活動をしております。はい、小田さん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、やってみて。いや、もう緊張で口がパサパサしてしまったんですけど、でも言いたいことはちゃんと伝えられたと思います。はい、ね、職業結構3つ掛け持ちされてる。野菜ソムリエ、はい、うん、野菜ソムリエはどうして取ったんですか？もともと食に興味がありまして、まあ、いろいろな勉強をしていく中で野菜ソムリエというものに出会って興味を持って、したことになりました。野菜ソムリエというのは どんなことができるんですか？本当にその方によって何をやってもいいんですけども、栄養野菜やられてる方もいれば、レシピ本を出されてる方もいれば、私は農家さんと提携してその農家さんの野菜を紹介する、 SNS で紹介したりするという活動をしております。ちなみに小田さん、一番好きな野菜は？一番好きな野菜はトマトですかね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後に、小田さん、今一番欲しいものを教えてください。一番欲しいもの、言語化能力が欲しいです。なかなかこう言いたいことがあっても頭の中でぐちゃぐちゃとなってしまって言葉にすることが苦手なので、このミスジャパンプレミアムへの挑戦を通して言語化能力を身につけていきたいです。はい、わかりました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。あさみさな22歳大学生です。はい、あさみさん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございます。いかがでしたか、やってみて。もうドキドキしました。初めて？ミスコンテストは初めてです。以前はどんなオーディションを受けられたんですか？芸能事務所に所属しているので、そのオーディションはありました。なるほど、わ、はい、かりました。じゃあちょっと質問なんですけども、はい、あさみさんの今一番欲しいものを教えてください。今一番欲しいものですか？でも夢をつかみたいです。おお、夢ね、はい、どんな夢ですか？今医学部に所属しているんですけど、将来医師として医師タレントとして世の中の大きな社会問題を解決していきたくて、そのためにも芸能事務所に所属しているんですけど、その夢をつかみたいです。ステップアップですね。はい、はい、わかりました。では頑張ってください。ありがとうございます。宮城修香と申します。年齢は34歳、現在はサプリメントのコンサルタント業を行っております。はい、宮城さん、オーディションお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、はい、いかがでしたか、やってみて。
初めてのこういったコンテストの出場でしたので、すごく緊張したんですが、審査員の方々がとても温かい目線を送っていただけたので、安心して取り組めたかなと思います。オーディション自体は初めてですか？はい、初めてでした。また、なんでまた出ようと思ったんですか？はい、私ずっと憧れはあったんですけれども、自分の容姿にコンプレックスがあったりですとか、 なかなかこう自信がなく、34歳という年齢まで諦めてきた人生だったんですけれども、昨年グランプリを受賞された愛さんのように、公務員だからとか何々だからっていうふうに諦める人生にしたくないなと思うきっかけをいただけたおかげで、今回のコンテスト出場に踏み切ることができました。はい、よくわかりました。じゃあちょっと質問です。今一番欲しいものを教えてください。欲しいもの、自分の自信と、そうですね、もっと自分を愛する、そんな心が欲しいなと思います。ちょっと自己肯定感が低め、多分高いですどっちだろう、どっちだろうなわかりました。じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。野口美優です。23歳です。アルバイトをしています。はい、野口さん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございました。やってみていかがでしたか？あんまり緊張はしないタイプなので大丈夫だったんですけど、一瞬で終わっちゃいました。ねえ、確かに緊張しないタイプな感じがします。なんかずっとフラットな感じが。出来栄え的には何点ぐらい？100点満点で。すごいじゃないですか。練習結構したんですか？いや、もうなんか自然体な感じで行きたかったので、うん、特に練習はせずに来ました。すごいね、特技ですよきっとそれ、うん、だと思う。はい、じゃあちょっと野口さん最後に、はい、今一番欲しいものを教えてください。炊飯器です。家庭的、はい、どうしてまた最近一人暮らしを始めて、まだ炊飯器がなくて、買ってきたお米を食べてるので早く炊飯器が欲しいです、ね、そうなんだ。あとは他は大丈夫ですか？揃ってます？洗濯機とか。あ、洗濯機と冷蔵庫と電子レンジはあります。あと炊飯器だけだ、はい、ね、まあ分かりました。じゃあ本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。